今回はこのような赤ちゃんアートを作ります。はじめにケーキを作っていきましょう。ケーキの部分に使うのはこちら。まずはおむつで3段のケーキを作ります。バランスを見ながら整えましょう。タオルを折り、おむつケーキの一番下に乗せます。段ごとにリボンを乗せ、画用紙で作ったろうそくを並べていきます。タオルで作った1を乗せて、リボンを飾るとおむつケーキの完成。次は背景を飾っていきましょう。ガーランドは折り紙を三角に切って作っています。上に太めのリボンとガーランドを飾ります。赤ちゃんが寝る位置に合わせてスプーンとフォークを置いていくと準備ができました。では赤ちゃんを寝かせていきましょう。赤ちゃんアートの完成。お利口さんに寝てくれましたね。皆さんも記念写真に撮ってみてはいかがでしょうか。